ポケットボード10円メール用端末10円メールは株式会社 NTT ドコモが携帯電話用に開発し GMO インターネットが運営するゼロが運営を行っていた E メールサービス。命名の由来は携帯電話を使ったメールの送受信が2キロバイトまで10円で行えたことによる。本サービスは1998年9月よりスタート。 メールアドレスのドメイン名には、マスターネットが所有する、mnx.ne.jp が使われた。本サービスの登場以前に、d d i ポケットの p メール、ido のプチメールなどのショートメッセージサービスが、すでに似たサービスを開始していたが、これらはいずれも携帯電話、phs 間でのメールのみが可能なものであり、本サービスは携帯電話と一般の、 インターネットメールとのメール送受信が可能なサービスとして当時画期的なサービスだった。当時の携帯電話の通信量は16秒10円程度であったが当時の通信事情では16秒間以内に携帯電話をパソコン等とつなぎ ISP に接続し認証を行いメールサーバーを確認しメールをダウンロードするのは不可能であった。特に認証を行う 際の時間が最大の難関になっていた。そこで、携帯電話の発信者番号通知をもとに、携帯電話がアクセスポイントに着信する前に仮の認証を行い、その後着信をさせ、通常よりも認証の時間を短くするとともに、メールの送受信もセッションが貼られる前に、サーバー側で準備することにより、12秒以内にに、K バイトのメールのやり取りができるようになった。 サービス開始当初は、パソコンと NTT ドコモデータ通信カードを使っていっていたが、その後、モバイル Z やポケットボードといった安価なメール端末の登場により、ヒットにつながった。後に i モードやスマートフォンのように携帯電話端末だけで安価に、メールのやり取りができるようになったこともあって、2008年2月に10円メールを含むマスターネットのすべてのサービスが終了した。 なお、法人向けに同様なサービスの機能を載せた MM キューブも存在していた。と、ありがとうございます。